どんな盾でも絶対に貫く最強の矛と、どんな矛でも絶対に跳ね返す最強の盾の衝突、つまりいわゆる矛盾だけれど、しかしこれは矛盾というよりざれ言だ。もしかするとその商人はこう思っていたのかもしれない。最強の矛と最強の盾を広く売りさばけば衝突がなくなるんじゃないかって、誘拐される子供も搾取される子供もいなくなるんじゃないかって。だとしたら詐欺師でも嘘つきでもなく正岡だし、それをザレ言で済ます方が子供っぽい。私は船木佐仁、誇らしき盾。どんな夢でも絶対に貫く最強の意志と、どんな圧力でも跳ね返す最強の根性で発売されるザレ言シリーズ正統続編、乞うご期待。これマジで言ってんだけど。